プロデューサー、聞いてください。このエスパーユッコ最近、サイキックパワーが枯渇しているんです。あ、夏バテとも言いますね。いやいや、んで、パワーが枯渇した時にどうするかというと、補給が必要なんです栄養と一緒ですサイキックパワーは、自分の内から湧いてくる力ですけど、補給もできるんです 世界には、そんなパワースポットがあるんですよそう。もうお分かりですねこのエスパーゆっ子の投資能力を使えば、<laughs> パワースポットへ行くお仕事がありますよね海外ロケ、オーストラリア、行きたーいあホワイトボードの予定を見ただけなんてそんなちゃんと私は、プロデューサーの脳内を覗いて、 現地の人からも正気として崇められていてそれはそれは強力なパワースポットなんですよまあ細かい説明はいいから行きましょう連れてってくださいレッツサイキックジャーニー出発おーヘアーズロック通称ウルル大きくて大地のパワーを感じます というか、暑い。まあ、砂漠ですしね。でも、こういう土地には力があるのです。たまに UFO も観測されたりするそうですよ。パワーは、全宇宙共通ってことですね。パワーが補給されます。あ、ちなみに私の能力は限界とか、そういうことはありませんから。 可能性はいつでも無限大です信じればそれが力になるとも言いますし、夢を諦めないことが大事だってアイドル活動から学びましたしさあ、大いなるパワーを補給した私は、今、オーストラリア最強のサイキッカーこのペンデュラムだって揺らせるはずさあ、行きますよ オーストラリアの大地も、いきなりは力を貸してくれないようですね。ツンデレでしょうか。もっと心を込めて、こーい、こーい、こーい。 日記の中で勉強した付け焼き場の英語が火を吹きますよ日本にいた頃の私は当然英語なんて喋れませんでしたが、10時間もあれば一夜付けで何とかなります !Hey, come on, baby!SUNK YOU!I am Yukko!Japanese i d o l v e r y uko, Idol, strong psychic power!Yes! なんか反応が薄いですね。 日本人の美少女に話しかけられてびっくりしたんでしょうか多分そうです多分さーて、プロデューサーこの地でも日本から来た美少女アイドルゆっこのファンをたくさん獲得しちゃいましょうねトップを目指す私たちにとっては大切なことです私のサイキックパワーとプロデューサーの力を合わせましょうでは、決意の掛け声、いきますよ ヘイヘイオーリピート二人ヘイヘイオーつきましたねここが本場のサバリですか自然がそのままに残されているって、スピリチュアルなパワーを感じますオーストラリアというのは、世界で6番目に広い国らしいですよ。 ふ <laughs> ッん。ゆっこの知識に驚きましたか一夜漬けですそうそう。動物や植物も珍しいものがたくさんいるそうです。すごいですよねー。冒険したら楽しそうです。コアラとか有名ですよね。あと、カンガルー、カモノハシ、ハリモグラなんかも。あと、珍しいのはポッサムとかエミューとかっていうのもいるそうです。 <laughs> これも一夜漬けだと思いましたかなんなんカンペですさすがにこんなにたくさん覚えられませんあははでも、ここの動物たちはラッキーでしたねだって、このユッコのサイキック独身術を使えば、動物たちの心がわかりますから動物たちとテレパシーで会話して、すぐに仲良くなってみせますよプロデュース